さ、ブラスミっていうやっちゃ、あ、わかった、ちょ、わかった。じゃあ先にね、先にブラスミの経緯だけ話すと、そう、いや、じゃあ、普通に、ある夏の暑い日よ。夏の暑い日ですよ。普通にね、タンクトップ着ようと思って、今日暑いし。タンクトップ着てゲームでもしようかなと思って、こう、普通にタンクトップ着てポチッと配信つけたんやけど、その、わかる、このワイプがさ、こう、ここから上しか映らんとか、俺気づいてないし、配信しとうとき俺、自分の画面見てないけん、どういう風に映っとうか知らんくて、そしたらなんか、ブラジャーつけてるんですかとか、スポブラつけてるんですかっていっぱいコメント来だしたよ。違うよって、俺今、スポブラつけてないよって。違うんだよって、ブラつけて俺ゲームやらん。おかしい。何も言わずに、ブラつけてゲームやりださん、俺は。26の男が。そんなん告知なしでやらんよって言って。っていう、その、とんでもない、誤解を招いた服があるけど、いや、まあいいよ。歩きに来てくるよ。言うて、いや、そのなんか、ハードル上がっとうかもしれんけど、別に言うてやけんね。言うて別にそんなよ。そんなよ。違う、別に、その、スポブラじゃないやろ。エロくないって。エロくないよ。エロくないやろ。な、じゃあ、その、なんか、正直ちょっと見える。ごめんな、あった。俺もそうね。フェアに行こう。正直、ちょっと見えるよ。改めて見たけど。柄が悪いよな。なんか、明細なんだ、明細が、墨と良くない。良くない、な、柄でな。誰がフワちゃんやぶっ殺すぞ、お前。こんなフワちゃん、おってたまるか。誰からも人気じゃないやろ。この見た目でタメ語やったら。ただの生意気なやつやん。なあ、タモリー、写真撮ろうや。街のチンピラじゃない。俺、この見た目でフワちゃんのテンションで話しかけたら。いや、てか俺がマジでスポブラとかつけ出したらほんと止めてな。わかんないから、そういうの。もしかしたら俺に似合うブラとか街で見つけたらほんと買ってくるかもしれんけんさ。ほんとに止めてね、俺が。マジでもう。なんか、カルバンクラインとかのスポブラとかつけ、俺のここにカルバンクラインって書いてあったら、それブラやけん。ここのゴムがカルバンクラインだったら、それも、確実にブラやけん。俺のここがカルバンクラインになったら止めて。チンポ何センチ？ね、チンコの長さって本当に測ると？都市伝説じゃないと？チンコの長さ測るやつ暇だろ。え、そんな、え、お前ら定規とか持ってるん？そんな手元に定規ない？ごめん、学生の時ギンギン。それ学生暇やったけん。え、今、その定規ないもん、俺。いや、嫌だ、俺。チンコの長さ測んの、お前らに言われて。恥ずかしい、普通に。長いとは、確かにな。嬉しいな。中学校の時、チンコの長さ測るの、流行った。マジで？虫キングごっこの方が流行っただろ。中指にメモリある。お前、中指にメモリのタトゥー入れてる。めっちゃすごいやん。おしゃれね、それ。膨張率、出た。チンコ小さいやつの、上トーク。膨張率と硬さ。いや、チンコは硬さでしょ。俺の膨張率だって言ってくれたら、チンコが小さいです。これ、マジで女の子指標にした方がいいよ。俺の硬さは、俺のチンコの膨張率は、もう、真っ先にその武器出してくるやつは、もうそれ最後の取り出だから、それが。初手でもう鬼札切ってんだから。もう、そうなんだから。戦う武器が少ないんだから。そう。なげん、初手でそれ出してくると、つけます。チンコが小さいのが。いや、俺の友達にさ、なんかね、ミネクーンっていうね、実家が貧乏なやつがおったっちゃけど、なんか、そいつのチンコがマジで小さかったっちゃうね。で、チンコ小さいっていう話は聞いとったっちゃうけど、いざ、実際見せてみろよと。パー見たっちゃう。したらなんか、マジで小さくて、すごかった、マジ。大きめのクリトリスみたいなのついとって、マジ。ハリボーみたいな。本来チンコが ある場所に、ハリボーのクマさん組みたいな。ヒューマンエラー起きてるやんつって。なあこれつって。いや、小さすぎて、俺ら最初は笑えんかったっちゃけん。一瞬リアクション止まったけど、カメラが回っとったけん、無理して笑ったんだから。せめて笑ってあげな。解釈は俺たちがしてあげな。せめて笑おう。心から笑おうって言って。そう。0.5 秒でアイコンタクトして笑ったみんな。あんなチンチンもあるんだなと思って、よかったと思いながら。あのチンコはね、しょんべん出るとかいな。いや、出らんと思う、ギリギリ。どっから出るっちゃうね。多分小指の端とかからちょろっと出るっちゃう。だから小指の方がでかかったし。多分こことかに尿道あって、こうピューってこっそり出るんやと思う。あのチンコから多分尿出らんよ。小さすぎるもん。変容しばくやめろ。変容しばくおもろ。なんでお前らそんな面白いコメントが出てくるのに、家に引きこもっとる？本当に教えてほしい。絶対に社会に出た方がいい。俺よりはるかに面白いのに。ちょ、聞いてよ。最近俺、ちょっとレペゼンの炎上を一個救った話があるっちゃけど、最近ね、ブレイキングダウンに社長が出たんやけど、ブレイキングダウン見とった人おる？結構多分同説40万ぐらい取ってすごかったんやけど、
だからブレイキングダウンの時に、まあ、結局出るのは社長やったけん、俺たち結構まったりしょったっちゃけど、そう、あのなんか、10人力っていう人と戦っとってわーって。で、これなんか、社長がね、俺負けたら10人力に負けましたって入れ墨入れるみたいな。お前はどうするんだっつったわけよ。じゃあ10人力もリングのやったけん、引けんくなって俺も入れるみたいな。俺も入れるって言いよってよ。で、でさ、ああ、そうなんやって思ってたけど、そのなんか、大丈夫かなって思っとったわけよね。で、一応、俺、リアルタイムで確認しとこうと思ってさ、なんか、あの他のメンバーさ、誰も確認しなかったけん、俺一応確認しとこうと思って、いざ社長が勝った後、いや、マジ、見とったやつわかると思うけど、もうコメント欄が、入れ墨やめろしかなかった。ドーンみたいな、おい、タトゥー絶対やめろみたいな。タトゥーは炎上する、やめろ、ブワーみたいなあったやん。え、そう、で、こうなんか、いざ墨入れるみたいなくだりになったけん、俺が、これ、俺、言わな、と思って、俺言わないかんやつやんと思って俺が遠くから、おしっことかにしたら、つったっちゃん。おしっこ飲んじゃえよ、つって。タトゥーとかあれやし、おしっこ飲みよって言って、おしっこになって。あれ、俺のおかげやけど、後でや、お前、俺ツイッターって見た、そう、俺さすがにこれは、一回の炎上から救っとうけん、こう、すごい褒められてもいいやろと思ったよ。したら、いや、DJ 社長はマジ優しい。10人力のタトゥー回避してあげるな。マジ、優しい。優しい。俺なの俺それ言った俺が言ったのそれ俺ブレイキングダウンの裏側でもう一つの戦いが行われてたんだから。大変だったんだから。俺が言いましたはい僕です僕が言いましたじゃあ手柄を主張するなとか言うやろいや、わかるよ。そう、実際かっこいいやつは手柄を主張せんし、そういうのは第三者から聞いて、あいつかっこいいんだなってなるやん。でも、俺も最初はそうしようと思ってた。俺は言わんで、弱いようにしとこうと思って。後からめくれる方がかっこいいって。めくれん俺、一日待ったけど、多分あれめくれん。おかしい。おかしいよ。やっぱ、正当な行動の対価をもらうべきやん。もらうべきやけん。そう。俺は今、自分で声を上げる。頑張ったことは頑張ったって言われたい。ふぅ、お前ら一人一人とブレイキングダウンで戦ってやるけんな。嘘です。お前らの中で、俺より弱そうな奴だけ戦う。わかったか、俺より弱いやつ来い。俺より強い奴は絶対に戦わんし、ペコペコする。ただ、俺より弱い奴来い。俺は自分より強い奴にはペコペコし、自分より弱い奴にはもう、ほんと、ありえんぐらい強気に行きたい。全員お前で、いや、そんなことないね。いや、この中には引きこもりの牛みたいな奴がおるはずや。引きこもって筋トレばっかしと牛みたいな絶対おる。だって暇やろ、みんな。みんな暇やけん、人間って暇やったら筋トレとかするやん。あの、刑務所とかに捕まったやつもみんな筋トレするっていうし。で、お前ら暇やけん絶対筋トレしとはずっちゃう。やけん、引きこもりの牛みたいになったよみんな。で、ここの筋肉バリ発達しとうと、バリタイピングするけん。ここ、ボーゴーン、ボーゴーンってなって、こんななっと、あと肌緑色に染めるだけみたいなやつが絶対にここに紛れとうはずやけん。俺は全員には喧嘩売らん。引きこもりだけど集合でジム行ってます。お前は引きこもりじゃない。偽物やけん、炙られる前にここから逃げた方がいいよ。